し、頑張ろう。見切れるかしら。先を急ぎましょう。かわいがってあげる。私もまだまだね。
これでもっと遠くに行ける。よいしょ。アトリエを見かけたから来てみただけ。ちょうどよかった。今お菓子を焼いていたの。もしよかったらイルちゃんもどう？
きます。ごちそうさま。ごちそうさまでした。お粗末様。あら、フィリスちゃん、口に食べかすがついてるわよ。大丈夫、自分で取れるから、イルちゃんが見てるから。前から思ってたんだけど、フィリスとリアーネさんって姉妹なのよね。そうだけど、どうして？いや、いろいろ正反対だなと思って。リアーネさんはしっかり者だけど、フィリスはおっちょこちょいっぽいし。おっちょこちょい？リアーネさんは背が高くてスラッとしてるけど、フィリスはチンチクリンだし。チンチクリン？他にも。やめて、もうやめて、傷つく、傷つくから。そう？じゃあこのくらいにしといてあげる。私だってまだ成長期だもん。いっぱい食べて大きくなるもん。その調子、ファイトよ、フィリスちゃん。まあ、どことなく天然っぽいところはそっくりかもしれないわね。新しい道具、思いついた。新しい道具、作れるようになったよ。何を作ろうかな。これでいいかな。触媒、触媒、よし始めよう。これはここかな、これはここかな。材料を投入。ここに入れよう。これはここかな。材料を投入。ここに入れよう。材料をこんな感じでどうだろう。仕上げスタート。うん、こんな感じかな。よし、風車の部品出来上がり。そろそろリオンさんも材料集め終わってるかな。どうかしら。とりあえずアトリエに様子を見に行ってみましょう。ひょっとすると、困ったわね。
ええ、これでいいかな。あらあら、地面真っ白。迷わないように気をつけないと。新しい道具思いついた。鍵がかかってるな。ヒリス、遊びに来たわよ。いらっしゃい、イルちゃん。何して遊ぶ？そうね、それじゃあね、気になってたんだけど、あなたってどうして旅をしてるの？え？試験を受けに行くためだけど。それは分かってるわよ。聞きたいのは試験を受けに行く理由。そうだな、ずっとお外にいられるようになるため。あ、私もともと生まれてから一度もお外に出たことなかったんだ。一度も。うん、でいろいろあってやっとお外に出られるようになったんだけど、次の試験に落ちたら町に戻らなきゃいけなくって、だから絶対に試験に合格したいと思ってるんだ。あなたぼやっとした雰囲気で結構重たい身の上なのね。え、
そうかな。まさかの自覚なし。やっぱりこの子ってちょっと天然よね。ん？ところでさ、イルちゃんはどうして試験を受けに行くの？え？私はその認められたくて。認められたい？誰に？私用事を思い出したわ。ごめんね。バイバイ。あ、行っちゃった。もしかして聞いちゃいけないことだったのかな。あ、フィリスさん、材料の方はしっかり集め終わったよ。私も部品作り終わりました。そうか、本当にありがとう。よし、早速風車を直しちゃおうか。悪いけど、風車の前まで来てくれるかな。そこで部品を受け取るからさ。それじゃ、また後で。よいしょ。